ございます。ありがとうございます。またすごいの来ましたね。すごいの来ちゃったね。もういないじゃないですか。いないんですよ。奥さんはね、モノコックボディなんでね、ここが腐ってると車検が通らないんですよね。あで、これエアロンって言ってんだよね、人生ね、はい、はいはいはい。隠れてて見えなかったんだろうね。で、なんかの拍子で外れて、うん、こんな感じになって放置して腐食しちゃったって感じだね。って感じなん で、予算もちょっと限られてるんで、ある程度あるものを使って直していこうかなと。はい。で、たまたまなぜかうちに在庫のこれがあるんで、おお。まあ、これね、場所違うんだけどね、まあでもこれを一部加工してちょっと直していこうかな。はいはい。まあ、これ以上部品代もかけれないっていうことなんでね、まあ、ちょっとそんな感じで作業していきます。お願いします。お願いします。なるほどね、 LL になってんだ、ここ。こいつがもうダメだね。どうしよう、あんま近くで汚いの恥ずかしい。
ないし、サスカラシルバーだから、なんか色入ってる感があんまない。まあ確かにね。地味だ。これはね、パンチだそうだね。もう見えない。ほぼ見えないけど。とりあえずアウターもインナーも治ったんで、とりあえずこれで車検で何か言われるっていうことはないでしょうね。そうですね。まあ今回サイドステッパー塗ってないんだけど、まあこんな感じですよ。蘇り。よし、スライドドアでもつけるか。つけますか。